お待たせいたしました。バンテリンドーム名古屋です。中日ドラゴンズ対読売ジャイアンツ、この一戦をお送りいたします。ドラゴンズの先発はエースの大野、対するジャイアンツの先発はエースの菅野、この両投手の先発が発表されています。さあ間もなくプレイボールです。左の大野マウンドに上がります。ジャイアンツ打線相手にどういった投球を見せるのか。まずは1回の表、トップバッターは吉川、はい、第9投げました。初球を打ちました。掴みました。これでワンアウト、ランナーはありません。右バッターボックスは2番ウォーカー、背番号44。第9投げた、直球ストライク。第2球投げた、内角見送ってストライク。もう追い込んでいます。投げた、アウトローの直球はボール。第4球を投げた、打った、流し打ち、切れていきます、ファール。第5球投げた、打ちました。王のボールを掴んだ、一塁へ送る、アウト。これで2アウト、ランナーありません。左対左の勝負になります。第9投げました、初球打った、強打取った、一塁送球、一塁セーフ、セーフセーフ。右バッターボックスは4番岡本、岡本背番号25。第9初球ツーシーム空振り、初球空振りから打ちました、右中間のフライ、ライト前進、取ってアウト、スリーアウトチェンジ。さあリプレイです。最後はいい守りを見せてくれました。ドラゴンズ先制のチャンスを迎えました。ノーアウトランナー二塁という場面で強打、ひときわ大きな声援が聞こえます。第9投げました、初球から打ってった、破った、レフトバックホーム、その間に打ったランナーは二塁へ、強打、いいバッティングを見せました。ドラゴンズなおもチャンスが。2回の表、これからジャイアンツの攻撃に入ります。この回のトップバッターは坂本。第9投げました、打った、初球打ち、抜けた、坂本ナイスバッティングです。バッターは6番ポランコ、背番号23。まずは一塁牽制、一塁タッチセーフ。第9投げました、低め外れてボール。第2球投げました、ツーシーム空振り。第3球を投げた、打った、抜けた、センターからサードへ、ポランコいいバッティングを見せました。ピンチを広げてしまいました。背番号10。第9初球打ち流した、アルボール。さあ次の投球、2球目空振り、これで追い込みました。投球はこれから3球目、打ちました、アルボール。投げた、打ちました、ファール。第5球投げた、外れた、ボール。投げた、ボール。さあ7球目ボール。投球8球目投げた、膝元、空振り三振。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。バッターは8番大城、背番号24。第9投げました、見送ってボール。セカンド牽制、二塁タッチセーフ。第2球投げました、打った、これはゲッツーか、強打、ボールを取る、二塁送球、二塁フォースアウト、アウト、ダブルプレイ、スリーアウトチェンジ。
リプレイをご覧ください。2回の表が終わって2対0ドラゴンズ2点リードは変わりません。ドラゴンズ追加点のチャンスです。ツーアウトランナー2塁という場面で強打。第1球投げました。ストライク。まずは見送りました。1球目ストライクから第2球決まった。ストライク。タイミング合いません。第3球ストレートはボール内角へ。次が4球目流し打ち。どうだ。レフト前のヒットになります。石岡三塁回った。中継。ドラゴンズ1点入りました。3対0強打タイムリーツーベース。ドラゴンズなおもチャンスが続いています。さあ2アウトランナー2塁という場面で大島。最初のバッターボックスはフォアボール。第1球投げました。ボール。第2球投げました。内角球空振り。タイミング合いません。第3球を投げた。ボール。次が4球目。ボール。投げた。流し打ち。ショートバウンド取った。あっと送球それた。三塁送球。記録はサードのエラー。サードのエラーです。ジャイアンツこの回の攻撃はラストバッターから始まります。先頭バッターはピッチャー菅野。第1球投げた。決まった。ストライク。第2球低め。フォークは外れてボール。投球は3球目投げた。打ちました。セカンド左横のゴロ。阿部掴んだ。一塁送球アウト。これでワンアウト。ランナーはありません。バッターはトップに帰って吉川。第一打席は内野フライに倒れています。投げた。初球空振り。1球目空振りから投げました。打ちました。あっと引っ掛けた。ピッチャー横のフライになりました。ピッチャー落下点。マウンドの右掴みました。これでツーアウト。ランナーありません。第1球投げました。初球空振り。いきなり151キロ。投球これから2球目。ボール。投げました。ストレートはボール。投げました。打った。痛烈な当たり。抜けた。ウォーカーナイスバッティングです。バッターは3番丸。これが2度目のバッターボックス。第1球1球目ストレート空振り。第2球これもしかし空振り。第3球を投げました。外れた。ボール。投げた。低めいっぱい。見逃し三振。ギリギリのところに決まった。3回の表が終わって3対0ドラゴンズ3点リードは変わりません。ゲームは中盤戦に入ります。この回の先頭バッターは岡本。第一打席はライトフライに倒れています。ボール。まずは低め。第2球投げた。見送ってボール。第3球を投げた。インロー際どい球。ボール。第4球を投げた。おっと打ちました。これはライトフライになった。ライト掴みました。これでワンアウト。ランナーはありません。バッターは5番坂本。第1球投げた。ストレートはボール。第2球空振り。第3球を投げました。打ちました。ファールボール。第4球を投げました。打ちました。いい当たり。あっと抜けた。坂本いいバッティングを見せました。バッターは6番ポランコ。第1球投げました。打ちました。切れていきます。ファール。第2球投げました。見送ってボール。投げました。決まった。ストライク。
第4球を投げた、ボール。投球これから5球目、ボール。一塁牽制球を送ります。タッチはセーフ。さあ6球目投げた、インコース高め、見逃し三振。第9球初球打ち、強打、ボールを掴んだ。ショートから一塁送球、アウト、スリーアウトチェンジ。大野毎回ランナーを出していますが無失点に抑えています。4回の表が終わって3対0です。ドラゴンズリードで迎える4回です。ワンアウトランナー一塁という場面で強打。第9球投げた、初球見送ってストライク、まずは見送りました。第2球打ったに当たりだ、センターバックダイレクト、フェンスに当たった。岡林三塁を狙う、強打、ツーベース。今日これで3打数の3。5回の表、これからジャイアンツの攻撃に入ります。先頭バッターは大城、高速スライダー、ボール。第2球投げた、ボール。投げた、外れた、ボール。第4球を投げました、あっとこれは上がりすぎたようです。強打、交代、落下点で構えます。強打、取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。代打は石川。第9球投げました、打ちました、初球打ち、一塁送球、アウト。石川いい当たりでしたがショート正面でした。これでツーアウト、ランナーありません。打順は1番に帰って吉川、今日はセカンドフライとピッチャーフライ。初球空振り、少し意識しすぎたか。第2球投げました、打ちました、サードの右、高橋取った、一塁へ送る、アウト、スリーアウトチェンジ。大野この回きっちりと3人で抑えています。5回の表が終わって6対0です。ドラゴンズリードで迎える5回です。ツーアウトランナー一塁という場面で強打、ここまでヒットは3本。第9球投げました、初球引っ張った、スタンドに入りました、ファール。第2球アウトコース、ボール。投球はこれから3球目、打った、痛烈な当たり、ワンバウンドヒットになった。一塁ランナー二塁を蹴って三塁へ、バックホーム、間に合うかどうか。ドラゴンズ1点入りました、7対0。先ほどスリーランホームランを放っている大島。第9球打った、ファール。第2球投げました、低め、外れてボール。第3球ストライク、目玉と厳しいところでした。さあ4球目打ちました、抜けた、大島ナイスバッティングです。ドラゴン、試合は後半6回に入ります。トップバッターはウォーカー、ストライク。さあ次の投球、投げた、インローへ、変化球外れてボール。第3球を投げた、決まってストライク、追い込んでいます。追い込んでから投げた、打った、石岡下がっていった、ファールボール。投球これから5球目、打った、ライトへのフライダー、掴みました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは3番丸。第9球投げた、決まってストライク、いきなり151キロ投げた、出た、流し打ち、左へ切れた、ファール。第3球は高め、ボール。次が4球目投げました、見送ってボール。次が5球目ボール。第6球を投げました、150キロ直球、空振り三振。バッターは4番岡本、これが3度目のバッターボックス。第9球
投げました。外れた、ボール。第2球投げました。アウトコース高め、ストライク。投げました、打ちました。高橋ボールを取る、一塁送球、アウト、スリーアウト、チェンジ。大野三者凡退に抑えています。6回の表が終わって9対0です。ドラゴンズリードで迎える6回です。ツーアウトランナー一塁という場面で強打。第9、打った、十分ご注意願います。第2球投げた、危ない球。第3球を投げた、打ちました、バット左中間、どうだ、ヒット、ボールが点々と転がっている。中継、バッターランナー三塁ストップ。ドラゴンズさらに1点追加。試合は終盤7回に入ります。この回のトップバッターは坂本。第9、見送ってボール。第2球、2球目ストライク。第3球を投げた、ボール、外角へ。第4球を投げた、打ちました。追い込んで投げた、フォーク、空振り三振。バッターは6番ポランコ、今日3打席目。第9、投げました、初球打ち引っ張った、ファール。投球これから2球目、ツーシームはボール、低め。第3球を投げました、空振り、変化球にキレがあります。第4球を投げました、打ちました。次は5球目、打ちました、ピッチャー返し、強打、掴んだ、一塁送球、アウト。これで2アウト、ランナーありません。バッターは7番中田、今日は三振とショートゴロ。第9、投げました、打った、ファール。第2球、ボール。ドラゴンズここは引っ張りに警戒します。打ちました、抜いていった、中田、いいバッティングを見せました。バッターは8番大城、今日はショートへの併殺打とショートフライ、ストレートはボール。さあ次の投球、打ちました、左中間へ持っていきましたが、これはヒットになります。中継、中田三塁でストップ。大城ナイスバッティングです。ピンチを広げています。第9、投げました、ボール。第2球投げた、打ちました、ファールボール。投げた、ボール。第4球を投げた、ボール。投げた、外れました、フォアボールです。打順はトップに帰って吉川、今日はここまで3打数ノーヒット。初球空振り。第2球投げた、打ちました、あっと引っ掛けた、フラフラっと上がった、石岡バックしていった、掴んで、これで3アウトになります。先ほどのプレーです。三者残塁、7回の表が終わって11対0です。ジャイアンツこの回は上位打線から始まります。先頭バッターはウォーカー、今日はここまで3打数1安打。第2球投げました、打ちました、左中間のフライ、スライディングキャッチ、ファインプレー。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは3番丸、ここまで2打席連続三振。第9投げました、ストライク、キレのある変化球。初球ストライクから第2球投げました、高め、ボール。第3球を投げました、打った、これはいい当たりだ、打球はそのまま伸びていく、レフトセンター見送った、ホームラン、ソロホームラン、初
白球は無情にもスタンドへ。どうだったでしょうか。完璧に捉えられました。大野、これで完封はなくなりました。右バッターボックスは岡本、これが4度目のバッターボックス。第1球投げました、ボール。第2球投げた、空振り。投球はこれから3球目、ボール。次が4球目、投げた、打った、スタンドに入りました、ファール。次は5球目、打った、ファール。第6球を投げた、内角ボール球、打った、センターへのフライだ。ヒット、岡本、2塁を狙う、岡本ツーベースヒット。ここまで2安打の坂本。第1球投げた、まっすぐ見送ってストライク。いきなり151キロ、投げた、ボール。第3球は3球目、空振り。投球これから4球目、空振り三振。インコースの変化球でスイングアウトを取りました。第1球投げました、外角高め、際どい球、ボール。第2球膝元、ストレートは外れてボール。投球は3球目、投げました、直球決まってストライク。投げました、打ちました。次は5球目、投げました、インコース引っ張った、ファールボール。次が6球目、投げました、打ちました、ファール。次が7球目、投げた、打った、ピッチャー返し、抜けた。ポランコ、いいバッティングを見せました。ドラゴンズ、なおもピンチが続きます。第9球投げた、打ちました、切れていきます、ファール。第2球投げた、見送ってボール。第3球は低めのボール引っ掛けた、高橋交代、ファールボール。第4球を投げた、ストレートはボール。さあ5球目、内角高め、外れてボール。第6球はランナースタートを切った、打ちました、レフト前に出る、取って、これで3アウトチェンジ。さあリプレイです。8回の表が終わって12対1、大野とうとう打たれてしまいました。ドラゴンズリードで迎える8回です。今日5打数5安打強打、ホームランが出ればサイクルヒット達成となります。見送ってストライク、いきなり151キロ。第2球投げた、打ちました、いい当たり、センター交代、フェンス直撃、強打、一気に二塁へ、強打、ツーベースヒットを放ちました。今日2本のヒットを放っている大島。第1球外れた、ボール。第2球投げました、低め、直球は外れてボール。投球はこれから3球目、ボール、高め。さあ4球目、4球目空振り。第5球投げました、これは外れてフォアボール。バッターは守備から途中出場のネオ。第1球アウトロー、ボール。第2球投げました、ボール。投球は3球目、投げました、空振り。第4球を投げました、インコース高め、空振り、タイミング合いません。第5球投げた、高め、外れてボール。第6球は打った、1、2塁間の当たり、中田ボールを掴んだ、ベースカバーに入る、桑原取ってアウト。いよいよ最終回を迎えました。トップバッターは大城、今日はここまで3打数1安打。ツーシームはボール。投げた、低めの変化球、ボール。第3球を投げた、インコースへ変化球、ボール。さあ4球目、
バーッと打ちました。レフトへ上がった。レフト落下点。加藤掴みました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは代打湯浅。代わりましてバッター湯浅、背番号00。第9球ボール。第2球打ちました。ファール。第3球打った。セカンド左横のフライになりました。セカンドが落下点に入りました。取りました。ドラゴンズ勝利目前。バッターはトップに帰って吉川。ドラゴンズここは何としても抑えたい場面。外角高め外れてボール。第2球打った。ファールボール。第3球を投げた。ボール。第4球を投げた。見送ってボール。第5球投げました。打ちました。ご注意ください。第6球を投げました。打ちました。高橋取った。サードから一塁送球。一塁セーフ。記録はヒット。記録はヒットです。レフトオーカー。第9球投げました。ボール。第2球投げました。打った。センター方向へ持っていきましたが掴みました。ゲームセット。大野見事な完投勝利です。ドラゴンズ完勝です。勝利投手大野雄大、敗戦投手菅野でした。ビクトリー。さて本日のヒーローたちのインタビューが間もなく行われます。本当に今日は2人とも大活躍でした。